everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。1月18日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。名古屋もね、今日も冷えましてね、もう本当にね、トイレの回数がね、多くなること。あとね、また全国的にね、コロナが増えてますんでね、皆さんお気をつけください。滑り落ちマスクマンでございます。はい。今年は本当によく雪が降りますよね、なんか。ねえ、もう、こんなに雪が降ると、本当に滑っちゃいそうになります。みそにこみスキーと。今日はですね、高速道路、会社の車で運転してたんですけども、風が強くてですね、車がですね、横転しそうなぐらい、強くて、下から吹き上げられそうで、いや、今日はですね、死ぬかと思ったダンサーでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは？お守り、お守り。はい、今週のテーマはお守りです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今週は名古屋は栄養コーナーはお休みしてメールをたくさん紹介していきたいと思います。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、自動車整備士を目指す方奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、沖縄のベニーモ丸焼元部長誠持ち店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康幸フリージアの花、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。これはですね、先週のテーマ宇宙で、来ておりますので、ダンサーズさん、みそさん、バサス抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。想像力のない自分が宇宙と聞いて想像するのはガンダム、宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道39、そして中学生の時、悪友チャッチと宇宙を見ようぜと合言葉に上履きのゴムに手鏡をセットし、ピアノを弾く音楽の先生のスカートの中を覗いたのは甘酸っぱい青春の思い出です。いや、これそれこそでシュープリームさんね、エクセレント、素晴らしいですね。今だったら犯罪ですよね。って前から犯罪ですけど、いや、これがね、先生にわからないようにね、こう仕掛けるっていうのがね、なかなかいい具合でございますね。ありがとうございました。ありがとうございます。では同じく宇宙でいきますね。銭形警部さんからです。ありがとうございます。宇宙といえば最近話題になっている ZOZO の前澤社長が宇宙に行ってきたことですね。学生の頃は宇宙のことだと遠い世界の話だと思いましたが、これからの将来は一般人が海外旅行感覚で宇宙旅行ができるだけでなく、条件が良ければ地球から離れて暮らすことができるかもしれませんね。ドラえもんの道具でもあるどこでもドアがあると速攻で宇宙に行けるんですけれどね、っていうことです。
あのね、あの、前澤社長だから行けるんだけどね、あの、王子もね、2000とか3000だったらね、行きたいなと思うんだけどね、桁違いますよね。桁違うね。違うね、うん、と思うと、うん、あの、一般人なかなか行けないですよね。ね、でも、どんどん安くなってきてるみたいですよ。でもね、安くなってもね、うん、なかなかちょっとね、あの、行きづらいお金額でございますな。ね、もうちょっとで庶民にはね、はい、届かないですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、こちらも宇宙のテーマで来ています。はい。はい。はい、滑りマスクさん。あら。あら。あら、はあ、新しい、あれ、ネーミングですね。ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。埼玉のゴーデス。ゴーデス。ジャパン。宇宙ってあまり興味がないんですけどね、夢のない男ですね。宇宙って真っ暗ですね。怖いですよね。でも流星群が接近するときは夜空を見上げたことはありますよってことでございます。まあなかなかね、興味がね、まあ王子もですね、まあ夜空を見上げたところであまりこの、ロマンティックなあれになりませんのでね、やっぱりこうね、女性がいて初めてね、あの、うん、夜空もね、輝くって感じですね。ね、そういうことにしときますか。ありがとうございます。はい、あのツイキャスでなんかダンサーズさんのジャンバーが気になっちゃうっておかちからおむちさんが。あ、あります。ガソリンスタンドのお兄ちゃんみたいな。ね、ああ、本当ね、これ。ちょっとね、作業員です。ああ、そうですね。防寒対策バッチリ。はい。王子がどんな、ね、寒いこと言っても大丈夫ってことですね。そうだね。え、言ってるかな。いや、今日は大丈夫だと思うよ、まだ。あ、そうですか。はい、ではメールいきます。はい、はい、読谷村のフルムイカリーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ宇宙、私たちが生きている間に宇宙に行くことは当然高価すぎるだろうから、まず無理だろうな。でも一度でいいから宇宙から地球を生で見てみたいですね。そして無重力体験をしてみたいですっていうことです。まあ、そうだよね、本当にね、それはね、皆さんそう思うんじゃないかな。やっぱりね、みんな高いなっていう、うん、で、まあ宇宙で上からね、地球を見てみたいっていうのがね、うん、あると思いますね。王子も見てみたいもんね。ねえ、うん、もうなかなかね、叶わない現実ですよね。ね、いつか実現しますかね。そうだ、生きてるうちに実現しますかね。そうだね。それぐらい安くなってほしいよね。ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね。はい、対名古屋チームの皆さん、こんばんは。アスパラガスビスケットにはまって沼から出れないアレックスです。アスパラガスビスケットってなんだろう。なんだろうね。うん、あ、こちらもテーマはね、宇宙のテーマで来てますけども。はい。ちょっとね、これね。うん、本当に怖いんだよね。何？部屋で寝ていると襖が眩しく光り、ええ、空中で浮いている宇宙人が入ってきました、うん、びっくりする暇もなく、うん、私の頭の方に移動したかと思うと窓をつけて外に出ていきました。あら、うん、怖かったので少し落ち着いて私も同じ窓の外に出ようとしたら戸締まりしたはずの鍵が開いていました。やつらは本当にいます。マジいます。あら、これ本当にあれ、あら。何がいるの？だから宇宙人と。宇宙人なの？宇宙人が入ってきました。あら、これもしかしたらね、アレックスさんね、あの、ビッグボスで新庄監督が入ってきちゃったんじゃないの？これ呼ばれしに来たみたいな。でもね、これでも本当にあれですね、怖いって思いますよね。ね、何が起きてるかわからないっていうね。まあ、王子の場合だったらね、まあ、どうしてもこのね、あの女性の方にあの目が行きますので、綺麗な方だったらね、ついていきたいと思っちゃうんだけどね。結局そこなんだね。それがなかったら怖いじゃないの、本当に。結論そこなんだね。そうよ、本当に。ね、ちょっと怖い、ね、ヨーダみたいな怖いのが来たら嫌だもん。ヨーダ？ヨーダ？わかりますか？わかるよ。怖いじゃないですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ヤフルムン新一さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。宇宙といえば映画2001年宇宙の旅、1968年の時点で想像した21世紀が描かれています。ストーリーが難解ですが、
映像美は最高なので何も考えずに当時の近未来感に浸るのが一番だと思います。個人的に超おすすめですが、つまらないと感じる人もいるかもしれません。皆様のおすすめの宇宙映画があれば教えてくださいっていうことです。宇宙映画ね、宇宙映画、宇宙映画、何かしら多分宇宙映画とかね、こう、なんていうのかな、この、戦闘ものに出てきてね、見てるとは思うんですけども、題名が出てこないんだよね。あれですね。シュワちゃんがやってた。トータルリコール。ああ、はいはいはい。ですね。火星ですよね、あれは。あれを思い出しますね。だからね、そういう俳優さんとかね、そういうアクションものなんかのね、そういう場面はちょっとわかるんですけども、なんせね、なんせ題名が出てこない。なんか、宇宙じゃないけど、ET が浮かんでしまった。まあ、でもそうですよね。あの月のシーンがちょっとなんか印象的ですよね。うん、まあ、あれはもう皆さんね、よくね、ご存知ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、今週のテーマ、お守りで、はい、はい、いきたいと思います。マスクマンさん、ダンサーさん、ミソニコミスキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あら、また、埼玉のゴーでーす。ゴーでーす。ジャパン。お守りは常に、首からぶら下げていますね。ネックレス感覚です。また、車にもあるし、神棚にもありますね。すべてが神頼みだと、よくはないので常に善人としての行動は心がけていますよっていうことでございます。でもまあね、あのネックレスではないですけど、いや、首にぶら下げてる方ね、あのトラさんのようにね、トラさん、あのまあ大体 T シャツの中にね入れてね、あの見えないようにはねしてると思うんですけども、そういう方ねたくさんいらっしゃいますんで、あとはね今ね、あの数珠みたいなのがあるじゃないですか、数珠、はいはい、みたいな、なんていうの、うん、そのパワーストーンっていうんですか、うんうん、そういったものもね、あのねお付けになられてる方ねたくさんいますんでね、男性の方も女性の方も、うん、まああれだとちょっとこのあれかな、あのファッション的なものがあって、うん、いいのかもしれないですね。はい、ね、ありがとうございます。の先ほどのね、宇宙の映画でね、はい、イミグレさんは私はスターシップトルーパーズ、あ、シナバモロトモさんは私スタートレック派とか、ああ、スタートレック、うん、あ、スポック船長ですね。で、葛飾のジンさんがね、映画ドラえもんのび太の宇宙小戦争ですかねって、あ、アニメできましたね。あ、アニメもでもね、なんかたくさんあるんですよね。あの、なんだっけな、うん、あの、セイントセイヤ？セイントセイヤ？って違う？あ、そうか、うん、そうね、なんか、なんか僕ね、見たことないんですけど。何？なんかその。もっと話してくれるかな。いやいや、あの、よくわからない。よくわからないんだけど、多分そうなんだろうな、っていうね。そうですね。なんか、はい、ありましたね。そうですよね、はいはい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、はい、うどん県大好きさんからです。ありがとうございます。私が高校受験の頃に、私の祖父が徳島県にある駅で合格祈願切符を買ってくれました。また専門学校受験の頃には母のお母さんが東京のこれ、ま、なんて言うんでしょう、マスジョージごめんなさいかな、うん、でお守りを買ってくれていましたということです。はい、うん、でもねやっぱりあの、まあ、王子もですね、やっぱりなんかねそういうあの神社とかにね、た時にはね何かしらなんかお守りを買うんですけどね、うんうん、まあそのご利益があるかどうかはまた別としてですね、うん、まあ、これは多分あのねお守り以上にあの王子のパワーが強すぎるという場合がございますけどね、お守りのパワーよりも滑りパワーのが勝ると、はい、滑りパワーではございません、ね、でもね本当にね、あのなんかあるとねちょっと安らぐような気持ちになりますよ ね、はい、なんかでもやっぱりいいですね、うん、なんかお守り、そうそう、なんか心強い感じになりますよね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね。はい。ダンサーさん、ミソさん、ブラックアイスバーン、エクセレント滑り王子、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。どんどんこうネーミングが変わっていくんだよね。ねえ。テーマ、お守り。お守りの裏事情を知ってから、興ざめしてしまい、裏事情？一切持たなくなりました。なんだろう。以上です。
え、裏事情って何だろうね。その裏事情を教えてほしいですよね。そうだよね。裏事情って何なんだろうね。逆に気になるけど、でもなんか、買う気がなくなる裏事情って何だろう。ああ、ね、でも何らか知らぬあれがあるんだよね。なんか気になる。その裏事情また教えてください。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では、いきますね。はい。マンタキーのみなこさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も素敵な王子、他皆さんこんばんは。こんばんは、元気だよ。なんか王子だけ、うん、王子って書かれて他皆さんになってるんですけど、他皆さんになってる。いや、たまにはいいじゃないですか。なんかちょっと不満です。いや、たまにはいいですよね。だいたいその逆パターンが多いですよね。そう、逆パターンのが多いかも、ね、逆パターンのが多いですね。はい、続き読みますね。はい。今日も寒かったですが、皆さん風邪はひいていませんか。宇宙か、宇宙から地球を見て津波が発生しているのを目視したら、JAXA などに情報提供し、早めに避難させるようにしたいなということで。うん。ねえ、なんか、今時のね、観点ですよね。まあまあそうです。ねえ。まあ、よくそういうところにね、気配りができる方でございますのでね、美奈子さんね。ねえ、王子も見習いたいわ。まあ、大体ね、まあそういうことはあんまり王子は考えず、行き当たりばったりが多いですから ね, ね。でもね、うん、火山の爆発は本当に人、ね、そういう衛星から見えるぐらい分かるんですもんね。うん、そう、ね。それでまた津波来るよっていうのがね、こう、まあ、ね、賛否両論ありますけども、うん、もっと早くね、知らせてほしいっていう方もいらっしゃいましたけどね。まあ、なかなかでも難しいですよね。うん、そう、難しいんだよね。地震とまたちょっと違いますからね。はい、はい、ということで CM ですね。CM です。はい。はい。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 アキジャ美容院。整備士になりたい人、整備士学校に通う人、返金不要の奨学金、月額1万円を最大2年間支給。トリプルエイトが整備士奨学金を開始。まずはトリプルエイト名古屋でホームページをチェック。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。ベニーも大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年、サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花。キャンパスレコードにて絶賛発売中。キウナ名古屋。
はい。名古屋は栄養コーナーでございますけどもね。メールです。メールをね、ご紹介したいと思いますけども。はい。はい、今日のね、うん、こうお守りっていうのはね、まあ、こう王子のためにあるようなね、あの、お題でしてね。はい。あの、私がですね、あの、過去にですね、金髪セミヌードで撮ったね、はい、あの写真がございましてね。ああ、ありますね。もうそれはもう皆様にですね、はい、ね、魔除け、厄除け、安産祈願にね、すべてに適しておりますのでね、はい、もうそれを皆さんね、玄関先にね、あのね、飾っていただいてね、うん、ご利益あると思うんですけどね。それ SNS 上げていいの？あれ NG ですか？いや、あれは、どうしましょうね。でも以前、プレゼントに出したよね。うん、出しましたよね。はい、これはもう皆様ね、そのね、うん、あの、プレゼントが当たった方はね、あの、うん、皆様玄関先に飾っていただいておりますんでね。そうですね。うん。はい、これ、あの、結構いいみたいですよ。どうします？公開した方がいい？しない方がいい？公開はしない方が、まあ、いいですね。また何かの機会にですね、一応そういったものがございますと。はい、まあ、これ、いろんなものをつけてね、王子のサインもつけてね、ワンセット20万ぐらいで、お売りしてますんで。はい、あ、違う、それ。地獄を見るわよ。ということでございます。はい。はい。ずいぶん脱線したけど、メールお願いします、ね。はい、メールお願いします。はい。これはですね、ゼニガタ警部からです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。私の干支が目に当たるので、2年前から、首里城観音堂に行って、参拝後は必ずお守りを購入していますが、今年は50歳になるので、手首に装着する水晶玉のお守りを近いうちに購入し、金運をアップするようにします。ダンサーズ、あ、これはあれですね。ダンサーズさん、水戸根久美さん、マスクマスさん、今年もよろしくお願いします。ということでございます。はい、よろしくお願いします。あ、でも、ま、先ほど言ったね、うん、あの、で、こう、ブレスレットみたいな、その、いろいろ石のやつがありますよね。うん。金運がある、あの、健康にいいとかね。はい。あの、恋愛運がいいとかね。まあ、王子の場合は、あの、可愛らしい女性に当たるようにっていうものをね、つけたいんだと思うんですけどね。どこにも売ってございませんね。可愛らしい女性に当たりますように。うん。どんな願いですかね。いや、それがまず一番なんですけどね。なかなかどこにも売ってないんですよね、それね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、なんか、ヒカルさんが、お守りの中を開けたことがあります、はい。難しい漢字が書かれた紙が入っていただけでした。って書いてある。まあ、大体そうなんでしょうね。うん、あとは、祈願するんでしょうね。スプリームさんが裏事情。裏事情は、原価とか適当にご祈祷して売っているなどです。だって。あ、でもそれはありますよね。うん、あ、原価はね、なんか、うん、なんか本がありますよね、うん。おみくじの原価は1円っていう。あの、今まさしくの、ありますよね、あれ？あの、うん、今、王子のこと言ってる？ね、何が？今ちょうどね、金額のこと言われましたんで、はい、うん、適当に売ってるっていう、ワンセット20万っていう、なんか私のことを言ってるのかなみたいな。ふざけるな、はい、うん、まあ、まあ、その値段も適当ということで。はい、まあ、そうですね。はい。はい、じゃあメール紹介していきます。はい。はい、旧名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。お守り。我が家の毎年購入するお守りは、ウェームギノワンのある木湯名から、日、チャーマスグ200メートルくらい、チャーマスグなのね、うん。200メートルくらい先にあります、普天間神宮のお守りです。家内安全のお札と、妻と私の車両用のお守り、そして子供たちの健康と学業のお守りでお世話になっております。毎年正月参拝に参りますということです、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、うん、そうなんですよね。うん、実は、あんなに FM ギノワンに何回も足を運んだことがあるのに、普天間神宮には行ってないんですよね。うん、前を通っただけですね。前を通ってね、一、はい、回行こうと試みたんですけど、混雑してたから諦めましたね。はい。うん、一度は行ってみたいですね。うん、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、もうそのままあれですね。何、メール読んじゃってもよろしいですか、ね。どうしたの、どうぞ。はい、うん、はい、はい、お願いします。R&K のパパさんからです。はい、はい、ダンサーさん、つむつむプレイ中という疑惑のみそさん。ああ今、ツイキャス見てます。ああ、ツイキャスね。はい、じゃありませんよ。全国に、はい。寒冷前線を読んでいる疑惑の王子、こんばんは。これ疑惑なの？疑惑なの？疑惑、うん。あと、言う、読んだ、でも疑惑なんだね。
いや、そうみんな思われてるだけなんですけど、全然そういう、うん、これはだからね、先週も言いましたけども、うん、これは自然な気象状態でございますんで、うん、私の、これはパワーでございませんよ。なんか、先週もすごいそれ言ってたよね。だってそうなんだもん。はい、テーマお守り。野球研究者の私からすると PL 学園野球部ですね。ユニフォームの裏にお守りが縫い込まれていて、ピンチチャンスの時にギュッと握っているというイメージがあります。今の心境とは、キーナゴヤが王子の一言でまた寒くなってリスナーを巻き込んだり、うん、放送事故が起きませんようにとお守りをギュッと握って聞いております。あら？あら？王子パワーはお守りの力だけでは防ぎきれないかもしれないですね、うん、今夜も何事もなく放送できますように。いつもあれ、すごい安泰なあれでしょ？なんか、葛飾のじいさんと、R&K の坊、はい、さんが、疑惑じゃなく確信ですねって言って、はい。いや、確信というよりかね、これは王子もね、今、うん、ね、名古屋も寒いですけどね、はい、肌身すごくこう寒くなってますよ。ただ単にね、ジャケットは着てますけどね。まあ、R&K のパパさん、葛飾のじいさん、私もそう思います。あ、そう。はい。こう両隣の人もそう思っちゃうわけ？はい。あらま、はい、あらま、あらま、ちゃんとさ、このね、アラヌケのパパのね、はい、この野球の話いいじゃないですか。はい。ね、はい、ピンチになってさ、はい。なんとかこう、防ぎ、うん、ね、こもうかなと思ってギュッと握るっていうね、だからそういう高校生のさ、うん、そういうところ可愛らしいじゃないですか。ね、例えば王子ってお守り持ち歩いてますか？うんうん、王子はお守りはですね、うん、持ってませんね、うん、お守りという、うん、あんまり持ったことないですね。ああそうなんですね、うん、あでも自分も持ち歩いてはいないかな、うん、お家のそのね、お守りっていうかね、お札はありますけど、うん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 、それは毎年やっぱり改めますね。そうですね、うんうん、だから多分ね、小さい子っていうかな、小学生ぐらいのね、うん、お子さんなんかはそのお父さんお母さんがね、交通安全のね、うん、お守りを渡してランドセルにね、はい、つけときなさいねみたいなことはあったと思います。はい、じゃあエンディングです。うん、来週のテーマは、はい、バス。来週のテーマはバスです。路線バス、観光バスなどバスエピソードをお送りください。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、沖縄のベニーモ丸焼き、本部町誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG、ウェブサイト制作、システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之、フリージアの花、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、時間ないですね。はい。あら、そうなんですか。はい。じゃあ今日もね、またね。ドギー青空さん、ありがとうございます。ありがとうございます。おまけトーク。